正式競技に採用。世界各国で強化が始まり、南小岩2丁目を入ります。積極的な強化が始まりました。日本の特徴は運動量を生かした走りと素早いパスワーク。パワーラグビーが主流の中で一つのスタイルを確立しようとしています。そんな日本ラグビーの象徴ともいえるのが山口真理恵選手。チームとしてもちろん、ね、金メダルを取るというところに焦点を当ててますし、私個人としてもその世界一のウィングになれるようにと小さい頃から思ってますので。山口選手は 50m6 秒7という快速を武器に日本のポイントゲッターとして広いフィールドを駆け回ります。でも普段は東京丸の内で働くビジネスウーマン。いつもこの出社の服装をして練習に行って、練習に着替えて。こちらが山口選手が働くオフィス。コンサルティング会社の広報として働きながらオリンピックを目指しています。ここが南小岩4丁目です。できるという感じで、南小岩2丁目から南小岩4丁目。山口選手の会社はラグビーに理解のある職場。多くの現役ラグビー選手が働いています。山口選手もこの日は出社前、同僚と一緒に2時間みっちり練習してきました。そんなラグビー仲間でもある同僚に山口選手の印象を聞いてみると、結構見えますね、はい、韓国料理によく誘われるんですけど、それは一人バグ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 。食欲旺盛などは毎日トレーニングをしている証拠。気分疲れてですぐお腹が空いちゃうので、またコンビニとかお弁当とかを買いに行って、2、3時間おきぐらいに行きます。職場の理解のあるラグビー中心の生活を送る山口選手ですが、一つだけ困ったことが。笑顔を保てない。笑無駄な努力。高校から日本代表として活躍する山口選手にとってオリンピックは大きな目標。その第一歩となった3月の世界大会。強豪フィジー戦では自慢の快速で勝利に貢献。山口選手は日本代表桜のジャージを着るたびに思うことがあるといいます。この会社にいる以上、そのラグビーで結果を残していかないと、やっぱ今まで休んだ分ですとか。